今回は、ナショナルチームの、研究会の中から、高尾紳路九段対、上野梨沙初段の、一局を紹介したいと思います。はい、上野さんも、まだ12歳で、非常に、注目の、女流棋士の一人ですね。はい、じゃあそれでは見ていきたいと思います。はい、高尾さんの黒番ですね。まあ、なんか結構こういう、ここに挟んでいく碁が、まあ、なんか多い気がしますね。まあ、ここら辺はいろいろあるんでしょうけどね。はい。この時、ここにコスミつけた手が、すいません。あんまり、初めて見た気がしましたね。もしこうやったら、こうやっちゃおうということですね。はい。これは黒いいですね。はい。ということで、はい。こういう分かれになったんですけどね。こういうとこも切ると、こう打ってということですね。はい。取ったらこうやって。はい。これはやっぱりつながってしまうのでいいですね、黒が。まあ、面白い分かれとなりましたね。まあ、コスミツケも最近の手ですよね。はい。はい、この時に次の手が黒いい手でしたね。はい、ここにね、この隅を守りながら、こっちの助けにも、してるという手で。まあ、こういう付け越しも見てる一着ですね、ここはね。まあ、受ける、くらいかなと思ったんですけどね。実際は飛んで。まあ、一応取ってる。フリーですね。はい。そうですね。もしつないでしまいますと、ここからこういう手がどうでしょうかね。こっちつないでて大丈夫ですか。こういう手は耐えてますかね。なんとか。まあ、つなぐ手で耐えてたら、つなぎたかった気もするんですけど、ああ、これ単にこう打たれますか。そうですね。こうやったらこうやって、これはダメですから、単に打つのがいい手ですね。で、こうやって、先ほどここにつない、で、このね、羽の交換が打ってない分、そうですね。相当気持ち悪い格好ですね。まあ、多分こんな感じで黒が攻め合いがいいような気もしますね。まあ、いろいろまだある、こういう、この以外にもまだ手があるかもしれませんし、やっぱりちょっと受けるのは厳しそうですね。はい。ということで、ツケで変化されましたね。まあ、一応こういう振り替わりになりましたと。まあ、やっぱり一応大きいと思いますね、黒。こういう石はまだまだ味が悪いので。はい。また切ってってね。
ごい乱戦です。はい。はい、またこういう振り返りになりました。まあ、ここ、急所打たれていますのにね、手抜くあたりはね、さすが、さすがかなっていう感じですよね。はい、この石はね、まあ、相当心配な方がいると思うんですけどね。うん、でも、やっぱりここのとこがありますんでね、なかなか、しのぎには、楽なのかもしれません。この切りからですね。はい。まあ、部分的にはこうかけるのが形なんですけど、こう切られてしまっては、まあ、生きは楽ですよね。ここに目ができてしまいますからね。はい。だから、まあ、白もこうやって最強に打ったんですけど、これが次、ここにかけると、この手が取られますので、はい、こう受けになりまして、はい、牌からですね、押さえたと。もし切るのは、こうやって、こっちを取ってから、まあ、当てはあったとして、まあ、下がるんですかね。うん、まあ、またこういう下がりも効いてますので、まあ、こう押さえれば、行きかなと思います。まあ、これだと怪しいですか。ここに打たれると。そうですね。どうしましょうか。そうですね。まあ、これだとまだあれですか、羽つなぎの方がいいですか。この羽一本効いてるんでね、この死活が微妙に難しいですね。うん、切るとね、ここはしょうがないと思いますね。こうやって、こうやって、こう。あ、そっか。これ黒から打つことができますね、羽がね。まあ、ほぼできる。まあ、これも難しいですか。こっち打たれるか。うん、結構難しいですね。意外と難しかったですね、切る手は。ちょっと見た目的にはダメかなと思いますんでね、ちょっとまあ、上野さんも多分跳ねたと思うんですけど。まあ、これだとこうになって、それから繋ぎ切ったんですね。うん。そうですね。だから繋ぎで、こっちとか打っておけば、これはね、目がない。あ、これで目かな。これで目ですね。この形は。こっちですか。こっちにあれば、これで目がないということで、まあ、こちらで打てば、おそらく取れてたとは思うんですけど、あ、そっか、これ、あ、いいんですよね。うん。2目はね、捨てて、これ、跳ねれば、いけたような気がするんですけど、実戦は、2目も頑張って、下がりから。まあ、黒のね、ここも一眼ですからね、継ぎたい気持ちは非常にありますよね。で、伸び込んで、こういうとこ、まあ、緩めると、ここ、大きいでしょうか。こういう、これは、これで、
ちょっと難しいですね。なんとも言えないでしょうか。多分沖から食べ詰まっちゃう気もするので、これはまあこうですよね。ここ難しいとこですね。実戦はこちらに打ちましたね。そうですね。やっぱ沖から打って跳ね継ぎですよね。はい。で、こうやって、ここのこうですね。はい。実戦はこうやって、これ繋いでも、こっからまた、ここのコインになりますんで、実戦は、大きく打ちました。はい、コウ材があるのが黒の自慢ですね。こういう手は非常にね、相当見ない手なんですけどね。ただ、白からのコウ材が、一個もないと言っていいぐらいなんで、コウ材がないのでね。はい、ここで、こうやって、はい、解消しました。あとは一応この一帯がね、どうなるかなんですけど、黒は捨てても、この一帯は捨ててもね、黒は良さそうなんですけど、ここの逃げ出し具合を見てまだこうやってね、決めに行きました。そうですね。で、この石はこれで死ぬわけもなくて、ここで投了となりましたね。はい、非常に苦しいながらもね、ちょっと戦い抜いてね、結構力を出し切れた感じにも見えましたね。はい、非常に戦いの碁で、見ていてね、面白い、碁でしたね。はい、じゃあこの碁はこれで終わりにしたいと思います。はい、失礼いたします。